アツプリ、ダンマジリです。今回は月火水木金土と週に12本ダンスレッスンを教えています。インストラクターのジリが皆様にダンススタジオの上手な選び方についてお話をします。これから習い事を始めようとしている方、もうすでに通っている方、ダンスだけではなくサッカーや水泳や塾など、皆様の成長スピードに関わる大切な選択をねサポートしたいと思います。新しいことをね始める時ってもう誰でも不安だと思います。この選択で合ってるのかなとか、ここでいいのかなとか、違う場所に移動した方がいいのかなとかね、選択をするときは、誰しも必ずやってくると思います。この動画を見れば皆様必ずやってくる選択に対して私はここだと自信を持って言えるようになるはずです。ぜひ最後まで見ていってください。それでは早速スタート。ジュリジュリ、成長スピードに3倍差がつくダンススタジオの上手な選び方。まず1つ目、情報集めよりも先に目的を明確にしよう。よし、まずは検索するぞなんてことやってませんか？ここが一番の落とし穴。何かを選択する場合に大切なのは、情報の量ではないです。大切なのは、習い事を始めたい方、させたい方がどんな目的を持って最終的にどうなりたいかっていうのが明確であることが大切なんです。まあ、例えば1つ目、習い事を始めたいな。野球でもいいし、サッカーでもいいし、水泳でもいいし、まあ、塾でもいいかな、ダンスでもいいかなみたいな感じで始めるのか、2、ダンスはやりたい。ただプロになるというよりは、ね、楽しく、まあ、踊れるようにねたらいいかな、お友達増えたらいいかなみたいな感じで始める。そして3つ目はダンサーになりたい、ダンスでお仕事をしていきたい、プロになりたいとかね。目的は人によってそれぞれです。自分がどうなりたいか、何を学びたいかが習い事をする上で一番大切な部分になってきます。このね部分があってこそ、まあ、たくさんある情報の中で上手な選択ができるようになります。目的がねあやふやなままなんとなく習い事を調べ始めてしまうと、自分の夢だったりなりたかった自分に遠回りになってしまうこともありますので、目的を明確にしてから調べるようにしましょう。またね、こちらの動画を親御さん、自分がやるわけではないけど人に習い事をさせたいとか進めたい場合は、まず期待をかけすぎない、楽しく続けられるっていうのが大事なポイントだと思うので、達成感、成功体験感じやすい環境を探してあげるといいかなと思います。子供からね今度はやりたいって意思があった時には、一緒に目的を明確にしてあげるといいと思います。ジュリジュリ、そして2つ目、目的を明確にするができたら、初めてダンススタジオやインストラクターを探し始めます。探し方はね人それぞれですが、人だったり口コミだったり、最近は SNS とかでもねダンス動画出てくると思います。または自分がね通いやすい地域のイベント、見に行くのもいいかなと思います。ダンススタジオだったりインストラクターを、ね、探す時に気をつけてほしいポイントは、目的を決めたと思うんですけど、その目的に対してダンススタジオだったりインストラクターの方が同じ目的を目指してやってるかどうかポイントです。そして2つ目は通いやすい場所にあるかどうか。やっぱ自宅から通うっていうことを考えた時にね、ちょっと行きづらい場所だったり遠すぎたりしてしまうと、長く習い事を続けていくのはちょっと厳しいかなと思います。そして3つ目、スケジュールが空いている時間と、その空いている時間に気になる先生のレッスンがあるかどうか、大事なポイントですね。実際に通う時を考えて、スケジュールが本当に綺麗に埋まるのかっていうのをね見てみてください。そして4つ目、大事なお金問題。ダンスのスタジオの、まあ、相場、だいたいワンレッスン60分から90分ぐらいだとは思うんですけども、1500円から1500円ぐらいかなと思います。そして5つ目が設備、他の材質、スタジオの広さ、音響環境、中の様子が外からも見れるか、他のレッスンの様子が見やすいっていうのはいいところかなと思います。ということで、この5つを重視して、方針、場所、気になる時間に先生がいるか、スケジュールの問題、料金と設備、5つをね、まあ、気にしながら、まずは3つぐらいまで候補をね絞ってみましょう。そして習い事に通うってなると、週に1回だったり、多かったらね2回3回通う方もいると思うんです。まあ、その時に重要になってくる、ね、通いやすさ、習い事をさせたいところの周り、周辺の地域だったり道だったりとか、安全かどうかって結構大事だと思うので、その辺もね調べられたら調べてみてください。そして料金については、スタジオによって数百円の誤差はあるんですけど、ダンスレッスンに関してはグループレッスンが基本的なので、めちゃめちゃ高いとかめちゃめちゃ安いってことはあまりないですね。ワンレッスンが3000円を超える場合、まあ、週に1回のペースで通ったとして、月の月謝が1万円超えたら、まあちょっと高い方かなぐらいですかね。逆にワンレッスンが、まあ、1000円を下回る場合、安すぎるかなと思うので、まあ、そういう場合はもしかしたら地域でね運営されてるものだったり違う理由があるかもしれないので、安すぎる場合も注意して調べてみてください。
タジオの設備についてなんですけど、他の材質って習い事される時気にしないかもしれないんですけど、ダンスの場合はリノリウム、説明はこちらになりますので見てくださいね。リノリウムっていう材質が一番多く舞台などでも使われる他の材質になります。スニーカーね、ヒールで踊ったり裸足の時もあるんですよね。そんな時に大事になってくるのが床の材質はどんな感じかなとかね、ダンスを本格的に習いたいとか上達したいっていう場合は気にしてもらえたらと思います。フローリングってね、公共施設だったりとかフローリングの床でダンススタジオとかもあるんですけど、悪いとかではなく腰とか足が痛くなる人もいるし、靴によっては滑ってしまったりとか、裸足の場合は足がね摩擦で痛くなっちゃったりとかっていう場合もあるので、リノリウムだったらなおよしみたいな感じです。そしてね、踊る上で大事なのは、音響設備。最近ダンススタジオは結構ちゃんピーカーがついてるところ多いんですけど、公共施設だったりとかするとラジカセで音源出してたりするんですね。スピーカーから適切な音量が出るかっていうのはダンスの上達に関わってくる部分だと思います。どんなにね振り付けレッスンの内容が良くても、ダンスは曲を聴いて体を動かすので音がよく聞こえないとかね、本来ある音の細かいメロディーが聞き取れないとかなってくると、上を目指す、プロを目指すってなると厳しいかなと思うので、細かい音まで聞こえるかどうかっていう環境、大事だと思います。しかしね、現在あるダンススタジオは本当スピーカーのところがほとんどなので、あまりねそんな過剰に気にする必要はないかなと思っています。ジュリジュリ。そして3つ目、候補がある程度絞れたら見学や体験に行きましょう。ダンスっていうの言葉だったりホームページである写真、説明がすごい難しいんですよね。スタジオによっても全然違うし、先生によっても教え方だったり空気感雰囲気っていうのはもう変わってきてしまうので、文脈だけで選ばずに足を運んで自分のね肌で感じて選んでいただけるのが違いのない選択だなと思います。ストラクターを出て、思うのは、初めてで完璧にできる人はまずいないです。もうストレッチにしろアップにしろ間違えて当たり前。ただ分かっていながら、一緒に受けてる生徒さん、通い慣れた生徒さんを見てみんなができていると、やっていくのやりづらいなって思ったりしちゃうじゃないですか。なのでまずは見学だけすることを私はとおすすめします。最初から体験しなよっていう押す方もいらっしゃるけども、実際に体験ってレベルが結構高い、何も知らないままみんなと一緒のことをするって結構ハードルが高いので、ちょっと気持ち負けしてしまいそうだなっていう時は無理せず、まずは見学だけ、行ってみるっていうのはもちろんいいと思います。特にお子さんが初めて習い事をする時とか、環境自体も初めてだし人も初めてだしね、緊張だしプレッシャーだと思うんですよ。でお母さんに見られてるっていうのがあるからね、そのハードルを下げてあげるためにもまずは無理せず体験ではなく見学に行く、もしくはこう慣れてるダンスのジャンルだったり知り合いお友達だったりがいると、いきなり体験しても受け込めることが多いかなと思います。見学体験に行った際に気をつけて見てきてほしいなっていうポイント、スタジオまでの行き方ですね。実際に通うってなった時に自宅からどのぐらい時間がかかるのか。2つ目は受付の方、インストラクターの方の挨拶態度、爪も含めどんな雰囲気なのか肌で感じてください。もちろん皆さん人間なので合う合わないはもう必ず出てきてしまうんですよね。人柄だったり雰囲気はしっかり見て選んでほしいなと思います。3つ目、レッスンの内容とレベル、ここが一番皆さんが通う上で敵として、決めたものに近づけるのかどうかっていうのをね判断する基準になると思います。そして4つ目ですね、受けてる生徒さんの様子っていうのをね見てほしいんです。通うってなった時に、一緒にレッスンを受ける生徒さんの様子ってすごく大事になってくるので、一緒に受けてる子たちがうちの子と合わないわ、自分とは合わないかなって思ったら通いづらくなってしまうこともあるので考えた方がいいです。というね、4つ、スタジオまでの行き方、受付の方やインストラクターの人柄を見る、そしてレッスンの内容ねとか見てください。そして4つ目が生徒さんの様子を、4つ確認してきてください。ジュリジュリ。そして見学体験に行った後はダンススタジオインストラクターを選びましょう。最後にね、どのスタジオに通うかどの先生で習うか大事な部分だと思うんですけれども、1で明確にしたね、自分の目的ゴールがどこにあるのかっていうのをしっかり明確にしておけば正しい選択もしやすくなると思います。習い事って1回始めたらコロ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 変えるものではないと思いますし、成長スピードもやっぱ止まってきてしまうので、長く続けられる場所をねしっかり選ぶっていうのも大事なポイントかなと思います。
ジュリジュリ。最後に絶対に選んではいけないダンススタジオインストラクター、今回は小声でお話をしたいと思います。本題とはね真逆になってしまうんですけど、まあ、皆さんがいつかダメージを食らわずにレベルアップしていけると思うのでお話をしたいと思います。まあ、まずね、実際に多い、まあ、髪色が派手とか服装が派手っていうのはあからさまな感じは例外として置いておきますけど、まあ、ダンサーの職業柄、まあ、仕方ない部分もあって個性だったりもするので、あまり見た目は、ね、気にしなくても大丈夫です。しかしですね、まあ、レッスンの時間が守れない先生、教える時の態度だったり言葉遣い挨拶だったりとか、そういう人間性なところは一番気をつけてほしいんですね。たくさん経歴を持ってる先生だったり、めちゃめちゃダンスが上手い先生、ただまあその先生がどうしても人間的になんか引っかかるなって思ったら選ばない方がいいです。そして一番選んではいけない、異性関係にだらしないダンサーさんだと、生徒を囲んでしまう先生っていうのも中にはいるんですよね。最初は気づかないかもしれないんですけど、生徒と先生っていう距離感を保てない先生、2人で会おうとか、こう連絡をね急に来たりとか、他の先生のレッスン受けてたら嫌な顔するとか、まあ、ちょっと嫌味なことを言ってきたりとかっていう先生も中にはいるんですよね。まあ、そういうところに長くいてしまうとダンス続けていく上で負担になる部分が多いのかなと思うので、時間とお金って皆さんが決めた一番の目的っていうものにそぐわないなって思った時点で早く決断をすることをお勧めします。時にね、そういう先生たちってこう仕事をあげるとか、じゃあどこどこのイベントでセンターにしてあげるよとかね、こう甘い言葉をかけてくる、やっぱそういう目先の利益っていうのかな、そういうものを飛び乗ってしまうと、誰々ちゃんってなんとか先生とこういう関係らしいよとかもう言われてしまったら、他で活動とか活躍できなくなってしまう、いる以前の問題になってしまうので、ダンススタジオ選ぶとき、先生を選ぶときっていうのはね気をつけてほしいなと思います。はい、ということで、まあ、ダンススタジオっていうのはね、人と人とつなぐ、もう本当に素敵な、共に成長していく、そんな場所でなければいけないし、そんな場所だと私は思っています。なのでね、インストラクターも人だし、自分に合う先生スタジオを見つけてみてください。ジュリジュリ。それではまとめに移りたいと思います。1、情報集めよりも先に目的を明確にしよう。2、ダンススタジオとインストラクターを探す。3、見学体験に行こう。4、ダンススタジオインストラクターを選ぼう。いかがでしたか？これから習い事をする際、選択を迫られた時にこの動画が役立てばいいなと思います。このジュリチャンネルでは、現役ダンサーのジュリがダンスにまつわるお話だ、ダンス動画、日々の記録を日記した YouTube 日記の動画をアップしています。ぜひチャンネル登録、そして動画のグッドボタン、コメントもよろしくお願いします。それでは今回の動画を終わりにしましょう。おつぷり。